カバジタキセルは、サノフィが開発したタキサン骨格を持つ抗がん剤であり、微小管の脱重合を阻害することにより、主要縮小効果を発揮する。商品名、ジェブタナ。開発コード XRP-6258。米国、欧州で、ホルモン治療抵抗性前立腺がんへの適応が認められている。2014年7月4日、日本においても、 前立腺がんを対象効能、効果として承認された。他のタキさんよりも P 等タンパク質への親和性が低いので、他のタキさんに耐性の使用に対して走行する可能性があるほか、血液の関門を通過する。第3愛臨床試験には755人の虚勢抵抗性前立腺がん患者が登録された。中央生存期間は、 カバジタキセル群十15.1ヶ月、対象群が12.7ヶ月であった。カバジタキセル群では、グレード3及び4の高中級減少症が81.7%の患者に発現した。一方のミトキサントロン群では58%であった。本剤の過敏反応を軽減させるために、本剤投与に先立って、抗ヒースタミン薬、副腎皮質、ホルモン、 ヒスタミン H2 需要体気候薬などの全投与が必要である。また、重大な副作用として、下記の副作用が挙げられている。日本国内で実施された大アイアイ臨床試験では、高中級減少、貧血、白血球減少の発現率はいずれも100%、リンパ球減少88.6%、血小板減少72.7%であり、 中でも高中級減少は前例がグレード3以上であった。他の滝さんに比べて神経毒性が弱いとされる。2014年12月、発熱性高中級減少症による死亡例が5例報告されたことを受け、厚生労働省は佐野日に対して添付文書を改定し、医療機関への情報提供を実施するよう命じた。上記の重大な副作用欄にはその旨が、 反映されている。ありがとうございます。